はい、やってまいりましたボンドボディツッチーパフォーマンスでございます。先日ワイドスター G350D 完成をお届けしたところなんですけれども、間髪入れずに新しい企画がスタートいたします。とりあえずまだ車来てないみたいなんで到着を待ちたいと思います。とてつもないのがスタートするんでちょっと期待してください。皆さん来たー、やってまいりました。ご覧ください、新しいシリーズこちらでございます。やーべーもうなんか目がおかしくなったんじゃないかっていう。来ました、やーべえなこれ。お疲れ様です。やばいもう目立ちすぎ、すげえ、これ強烈だな。そうです、新しいシリーズはなんとロールスロイスカリナン、しかもとんでもないカラーのこちらがスタートいたします。最高です。はい、それじゃあ改めまして、はい、今回からスタートする車をちょっとノーマルの状態、飯村店長と一緒に見ていきたいと思います、はい、もう色がバグってます。色がね本当に色が目がおかしくなったんかと思った。それとんでもない、とんでもない色が。これ何色って言うんですかこれ。もう飯村さんも分かんない、分かんない。これオーナーさんが選んで、そうそうそう、仕様決めは、まあ、一緒に行くって話もちょっとあったんだけど、まあ、ちょっと僕名古屋なんでさすがになかなか来れなくて、でオーナーさんにやってもらってこのカリナをこの色をチョイスするっていうそのセンスと、すごいよね。でもリセールとかも考えちゃうじゃないですか。まあね、まあ、この色がリセールいいのか悪いのかも想像もつかないですけど、これ選ぶっていうもうそのセンスすごいなと思って。ぶっ飛んでるよね、もうピカピカの土新車で、はい、で大体もう外装が何がオプションで何がオプションじゃないのかわからない。はい、わかりません、はい、で今回この車、まあ、ちょっとこの後見ますけど、なんとまたまたマンソリー、マンソリー組みます。フルマンソリーになっちゃうみたいです、はい、でちょっとパーツ構成かなり多いと思うんで、はい、まあ、それはちょっとパーツこれから広げて見てみたいと思います。であとは当然タイヤホイールなんかも、タイヤホイールも変えます。これって結構種類ありますよね、カリナの純正ホイールも。純正ホイールも、まあ、標準のものもあればブラックバッジのものもあるし、あ、なるほど、種類はまあまあ多分あると。じゃあもう今回変えちゃうんで、もう変える前提なんで多分一番シンプルな素のやつ、そんなのがついてる。であとはとにかく中がやばいんですよこれ。中ね、中もこれどうなってんすかこれでもやっぱ最近なんかこういう系が多いよね。うちのお客さんがなんかみんな好きなんかな、あーベージュ白見てくださいこれ。もうこの組み合わせ触りたくない、触りたくないこのベージュと白と何ですかブラウンのね、あのウッドパネルも白のウッドパネルで超おしゃれじゃないですか。マジブランドボンですよね。めちゃくちゃかっこいいよね。で屋根もあのスターライトヘッドライナーになってる。シューティングスターの方ですよね。オプションで100万円オーバーの流れ星流れるやつ。そう、あのスイッチがついてる上に。やーべえ、スイッチ可愛いんですよね。なんか星の形で、ね、すげえ。ちょっと後ろもいいですか。もう今回触りたくないです、すごっ。ちょうど本当にタイミングよくそのマンソリーがインスタで上げてたね、うん、偶然なんですけど緑色のちょっと色違いますよね、色味が。そうそうなんですけど内装のなんか組み合わせもちょっとこれに近いんですよ、ね、似てるよね。そうなんですよ、だからなんかもう世界的なんだなと思って、なんかこう確かにこの辺のセンスを持ってる人のなんかこう行き着くところって超おしゃれ。だってシートベルトに至ってはもう見ました、色わっきゃわかんない色になってますよもうこれ本当だ、すご赤とかシルバーとか黄色は見たことありますよ。黄金色みたいなの初めて見ました。ね、このパネルが綺麗だよね。これも初めて見ました僕、白いの。白いパネルっすよ。はあ、
これもだからオーナーさんがじゃあここはこの色でこの色でそうそうそう、これどういう生活をしてたらここのセンスにたどり着くのかもう知りたいです僕は。すごいね。そうスピーカーのグリルとかもやばいですよ。そうビスポークオーディオオプションのやつ。もうなんかブランオーディオメーカーのブランドのやつだったら見たことありますけど、ロールスのビスポークオーディオのこのネット初めて見ました。かっこいいね。ていうかこれ触りたくない。ここもやばっ。そして後ろもこんな感じで純正なんでシンプルなリア周りですけれども、この辺もガラッと変わっちゃうわけですよね。ガラッと変わります。トランクも開けていいですか。はい。やばこれすげえっすね。もう全部レザーじゃないですか。全部レザーだよね。このカバーも、部屋っすね。部屋だね。すげえ。部屋以上だ。すげえ。いやでももうこの内装だったらフルマンにしてもなんか見劣りしないですね。そうね。だからもうそれ前提でお客さんがもう使用決めからもう最初からマンソリーを組んで最終こういう形になるよねっていうのをイメージした上でで新車を注文してる。そうそうそう。すげえ。ちょっととてつもないのが仕上がりそうです。ちょっとこの後パーツチェックしてみたいと思います。はい、はい、それじゃあ並べてみました。なんかもう早速いざこざが始まってますけれども、全国共通じゃん。はい、井村さんいいですか。はい、はい、もうお腹いっぱい。お腹いっぱいね。もう並べただけでお腹いっぱいになっちゃったね。今回なんとやるのがもうフル。はい、フルです。フルもフルで、はい、あのラインナップされてるパーツとりあえず全部ほぼほぼ全部ほぼ全部。あの僕あの大阪店であの浅井店長が作ったカリナン、はいはいはい、ほぼフルマンのやつ見ましたけど、ね、はい、あのバラバラになってるの初めて見たんで、すごい。もうそうね、僕自身もカリナン前に白い1台作らせてもらってて、でその時はこういう風にはやらなかったんで、改めて確認するとこのパーツ点数とやばいね、迫力が。で今回ちょっとこのバンパー当然全交換です。でカーボン面はスタンダードなカーボン面ですね。はい。であとは今回などワイドボディキットということでこのオーバーフェンダー、はい、プラスフェンダー。フェンダーこれフェンダー交換しないでもオーバーフェンダーつく、いけるんですよね。つくなんですけど交換すると。そうです、フェンダーにダクトが入ります。もうほぼダクトのためと言っても過言じゃない。ダクトのために、はい、ちょっとこのでもカリナのつるんとしたボディ、このダクトがつくだけでだいぶ雰囲気変わりますよね。そうね。だから本当にそのフェンダー前回僕やらさせてもらった時はオーバーフェンダーやったけどフェンダーノーマル、ボネットノーマルでもそれでもすごいイメージがガラッと変わったんで、まあ、今回はフェンダーもやるしボネットもやるし、だからいろいろその辺さじ加減でできるのもいいところですよね。で僕初めて知ったんですけどこのロールスの横のバッチのところって抜けてるんですね。ここ裏側、あ一応あれかウィンカーがついてるから移植。あなるほど、そのまんまちゃんと抜けてる形状になってるみたいな、はい、あとはそのフードの先端とかなんとボンネットも、フードもボンネットと、はい、グリルフレームと、はあすごっ。で東京店のフライングスパーの時でもざわざわしちゃいましたけど勝手にマイナーチェンジマンソリーのこのバッジがこれはどうするんですか。埋める方向です。なるほど、はい、やっぱりない方がちょっとスッキリしてていい。そうですね。だからまあカーボン全出しっていうのもねちょっと違うかなと思うので部分的に塗って部分的に出してというふうには考えてます。なるほど、はい、じゃあこの辺のパーツは、そう、その辺のパーツは出す。なるほど。であとはフードはどうするんですか。フードは真ん中のダクトの、ダクトというかラインで真ん中のラインで塗ろうかなと。他、外は、ああ、外側へこんでるところは、そうそうそう、へこんでるところだけカーボン出して。じゃあもう不穏な空気が流れてますけれども、ペインター高橋さんで、あれグラデーションでしょ今回あの白からじゃなくて緑からだから緑だったらいけるだろう、いけるだろうってことで、そのこっちのだけ、うん、グリルはそのまま来て、そのまま来てだこっちもなんかやりたいよね。こっちとそっちをふわっ
パシュパッ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 でもいいよそんなやり取りがまた繰り広げられております。蓋がついてるから微妙っすね。いやいや、いけるっしょ。いけないことは、はい、であとはいけないことはいけないサイドスカートだったりも、サイドスカートのもうこれもう塗り分けてくれ、グラデーションにしてくれっていうワンばかりのこのデザインじゃないですか。いやいやいや、あ、違います。何その先端とか違います。だからまあこのでもここ谷くっきりはっきり、谷でくっきりはっきり谷でちょうどこうそういう感じじゃないですか、ボディショット。そうだね、そうですよね、うん、出して仕上げる感じだと思います。あと今回すごいと思ったのがこの D ピラーカバー、はい、D ピラーパネルつけます。これがなんと、ちょっと持ってていいですか。ここにつくっていうやばくないですかこれ。やばいね、すごっ。はあ、こんなパーツも交換するみたいです。はい、であとリア周りももうごっそりですよね。ごっそりリアバンパー、リアルーフ、トランクスポイラー、ここにもつくんですよね。そう、そこにもこれがついて、で今回これが新しい部品で、本当は純正を移植する、ね、はい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 、もともと今までのやつはそのメッキのパネルを移植だったんだけど、今回新しくマンソリーの部品としてカーボンの部品が設定。ここがカーボンになる。そうです、そうです。でマフラーなんかはマフラーカッターが、はい、マンソリーのマフラーカッターに、なるほど、はい、それをつける感じになる。であとはちょっとコメントでもいただいたんですけれども、マンソリーのエアロパーツ、カーボン製のパーツ全部ドライカーボンになります。で結構ドライとウェットの違いが分かりませんとか、あ、何のこと言ってるんですかみたいな。でまずそのドライカーボンって何かというと、要はいわゆるその軽いとか強度があるっていうのがドライカーボン。でもう一個ウェットカーボンっていうのは何かっていうと、使ってる樹脂とその成形の方法が違うんですよね。でまあ今結構そのウェットでもすごくドライ並みに強度があるセミドライとか、なんかいろんな製法があるんで、まあ、ちょっと僕の説明だけはもちろんその補いきれないんですけど、まあ、すごく平たく言うと、まあ、そういうことです。でドライカーボンの場合だと、もともとそのカーボンのその繊維にエポキシ系の樹脂が染み込ましてあって、それをこのオートクレーブっていう高温高圧の釜でこう焼き固めるやつがドライカーボンです、はい、だからものすごく軽いし強度もあるし、だ普通にこのウェットの強度のないカーボンでこのエアロ作ったらこうできないですよね、うんうん、だからボンネットなんか特にね無理ですよね。無理だ。で普通のウェットのカーボンじゃ何かというと、FRP みたいに、うんうん、布にこうペタペタってこう樹脂を自然乾燥して固めたやつがウェットカーボン。だから見た目はほとんど一緒なんですよね。見た目はただ実際、製品見てみると薄さも強度もまるで違うっていう、まあ、詳しくはもう僕の説明なんかよりググってもらった方がドライカーボンとウェットカーボン違い分かると思いますので、まあ、気になる方は調べていただくといいんじゃないかなと思います。でちなみにこのマンソリーのカーボンの製作過程なんかはマンソリーのホームページで動画上げてますんで、どんな工場でどういう風にして作ってるかっていうのは見れますんで、まあ、動画の説明欄の方にもリンク貼っておきますんで、ぜひ興味のある方見てみてください、はい、だと今回は塗り分けはじゃあそのぐらいですか。そうだね、そうだから基本ボネット以外はほぼ出しカーボン出し、なるほどかなと。でちょっと不穏な空気が漂ってたのはこのピンストをどうするんだっていう、そうだからコーチラインを純正でコーチラインが入ってて、今回フェンダーを変えちゃうの で ここが問題ってことですよね。そう、そこが動画で記録に残さないでくれよっていう違うフェンダーになっちゃうんでねいやでもだってこれ消えてもおかしいし、だからどうにかもう再現するわけで再現するしかないわけじゃないですか。だからこれは一応まあその完成の時までにちょっとこの何ですか、やり方は変わっちゃうかもしれないですけど、一応今の作戦としては再現して入れるんですか。マスキングして、もちろん入れないはない、余裕ですか。でもまあこれもともと職人の手書きなんですよね確かっていうね、ですよね言われてるね、ロールスはちょっと同じ職人なんでいけるんじゃないかと。結構つながってるの初めて見た。え、違うんすか。いつもこう2本でこう
へえ。分かれてる。いやそんな見比べたこともないから知らないです。え、先端でそれ繋がってるのって珍しいんですか。珍しい。珍しいというか、まあ、初めて見ます。でもちろんこの色もだってちょっとこの普通の色じゃないから調色してですよね。調色して。これ緑色はどうですか。いけそうですか。まあ、ちょっとまず原色あるから確認してみるか。お客さんオーダーのなんか特殊なカラーだったらもうアウトっすよ。もう目で見て合わせるしかないっていう。まあ、ちょっといろいろハードル高そうなんですけど、はい、あと先に言っといていいですか。ここが光るように、うん、はい、するんですよね。する。あれ純正はないんですよね。純正はない。純正はない。そうそう。ゴーストがなんかそのグリルの中光るようになってるんで、まあ、最近出したそのマンソリーのインスタの写真もなんかここが光ってるんで。そう、なんかね、あれは本当になんかお客さんがもうゴーストを見た時に同じことをカニなんでやりたいって言われてて。まあハードル上がったなと思ってたんだけど、そしたらマンソリーがやっちゃったからもうやらないわけにはいかない。マンソリー聞けばあれじゃないですか、パーツとどうやってるか。いや、まあまあもちろんもちろん分かるんで、まあそんなのもやる予定です。はい、はい、はい、というわけで第1回目の今回はカリナンのエアロどんな感じになるのかちょっと広げて見てみました。引き続き制作過程お届けしたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。そして名古屋店マンソリーならもうお任せくださいということで。そうですね、まあマンソリーでもブラバスでも、まあ、いろんな写真ありますので、はい、ぜひお問い合わせください。はい、というわけで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。